テレポビズ。成田国際空港では、乗客が航空機に乗り降りする際に利用する搭乗橋の完全自動化に向けたプロジェクトの取り組みをマスコミに公開しました。まずは第一弾として、操作レバーを倒すと搭乗橋の先端部分に設置しているカメラとセンサーによって航空機のドアに自動装着ができる仕組みを開発し、4月20日から運用を開始します。今後はタブレットなどでも操作が可能になるようにして、最終的には人手がいらない完全自動化を目指すということです。